ませんですね。まずこういうふうに横に寝てください。そして下にある手でお腹をね持ちます。そして頭の後ろに手を入れてもらって、足を上げながら体も引き上げていって、この手で持ってるところですね、この横腹の筋肉を意識してください。戻してギュッと収縮させます。逆もやっていきます。しっかりこの手で持ってる横腹が収縮することですね。これも上体の動きってそんなに大きな動きではないんですけども、横腹をしっかり意識して、このトレーニングはね、しっかりと横腹が意識できるか、しっかり収縮した状態を作れるかということが非常に大事です。収縮した状態で軽く止めるぐらいのイメージで、左右10回ずつからチャレンジして20回30回、それを3セットできるように頑張っていきましょう。残りあと2日です。結構腹筋の動きにね、皆さん慣れてきたんじゃないかなと思います。それではまた明日。より効率的で短期間に鍛えたい人はこちらの厳選された有料動画を見てください。素晴らしい内容にしてます。